夜はまだ終わっていなかった。予定に入っていなかったけど、死にたいのなら相手になってあげる。あら、そんな鶴もちぎれないの？なら、あなたはここまで。我が手は主の代行なり、逃れることはできないと知りなさい。強くも軟弱、しかし皆さん加減できませんからね。不愉快だね。思わず踏みつぶしてしまいそう。人知れず哀れに消える準備はできていて、僭越ながらお相手いたします。暗黒翡翠流ご奉仕推奨派。この宝器に切れぬものなし。大反省。合掌宝器節。あんまり動くと貧血になるんでね。この辺りで失礼するよ。